はい、おはようございます。手巻です。今回は北海道の旭川冬祭りに参戦ということで、北海道のね、旭川ドラゴンクエストウォークのお土産スポットはないんですけど、ドラクエと雪像のコラボがあるということなんで、まあ最近ね、ドラクエウォークのおかげでフットワーク軽くなっているおかげでね、結構いい経験してるんで、まあ、今回もね、北海道行っていきたいと思います。ただね、もうちょっとテンション低いんですけど、もういきなり2つぐらいちょっとミスってまして、まあ、1つはね、もうちょっと荷物初めて重量オーバーしましたね。荷物こんくらいのリュックとあとこんくらいのポーチで来てるんですけど、前回はね、これ7キロ超えちゃいけないんだと思って、前回、ね、きっちりこう手荷物7キロ以下に抑えてたんですよ。でも前回何にも重さ測ったりなかったんで、まあ、ちょっと今回そういうもんなのかな、目安なのかなと思って1キロぐらい多めに機材積んじゃったんですよ。歩いてたら、あ、ちょっとそこのお兄さん、このはかりに荷物乗せてみたいな、ね、はい、4000円4000円かかったわ。まあ、そもそもね、平日なんで、まあ、飛行機は安いんですよ。飛行機は成田から旭川まで1万円切ってるんですけど、まあ、だけにね、それだけにちょっと荷物プラス4000円はきついですね。っていうのと、あと残念なお知らせ2つ目ですけど、サングラス忘れました。旭川で調達してから動画進めたいと思います。クソが。なんかですね、ネットで調べるとなんか手荷物の重さ引っかかっちゃったんで、上着着込んでモバイルバッテリーとかポケットに入れてなんかギリギリ大丈夫だったみたいな書き込みがあって、で一応なんか上着着たり携帯とかモバイルバッテリーポケット入れていいんですかって確認したらいいってことなんで、そしたら俺普通にもう携帯4台持ちのモバイルバッテリー持ちで来てるんで、余裕で2キロぐらい下がってどうやら返金してもらえそうです。いい旅になりそうです。以上、現場からお伝えいたしました。はい、ということで旭川に到着いたしました。サングラス忘れたんで、阪神の近本選手モデルをね、急遽、これいいですね、もうちょっとね、プロスピも始めたしね、これでいくかもしれませんね。ということで、旭川駅が壮大すぎるんだが、こっから、冬祭りの会場まで20分か25分ぐらいで歩いていけるって言うんで、雪をね、噛みしめながら歩いていきたいと思います。で、装備はね、なんかモコモコのでっかいダウンも持ってきたんですけど、まあ、とりあえずこのなんかジャージの上にウィンドブレーカー、上はで、下もジャージの上にウィンドブレーカーと、あとね、これすげえ汚ねえんだけど、千葉でもね、雨の日のウォークで履いてた靴、いやー、思ったより寒くないな、心地いいぐらいだよ。いやー、なんか沖縄行ってさ、気温があったかいとさ、こう歩きやすくてさ、うわー、なんかこうね、歩くなら南の方かなとか思ったんだけど、これ、まあ、北は北でね、なんかやっぱし新しい街来るとワクワクして、これ運動はかどりますわ。いいね。今回は天気も良さそうだし、気温もこれマイナスなのかな、もうマイナスなんだろうな。そしてもう午後1時を過ぎようというところなんですけど、今日朝起きてから何も食べてないんで、まあとりあえずね、なんかドラクエにちなんだ料理があるっぽいんで、それ食べて、まあカロリー空いてれば旭川ラーメンぶち込んでいきたいと思います。えいえい。だいぶ会場近づいてきてるんですけど、そんなにね、人いないですね。あ、でもなんかお祭りみたいなアナウンスがしてる。おいおいおい、ワクワクするな。普通に出店も出てるんだ。祭りじゃん。まあそうだよな、祭りだよ。うわうわ、やば、ちょっと待って待って、万里の頂上やん。やば、でか、普通にビル6階建てぐらいない、あれやば、人ちっちゃ。札幌雪まつりみたいにこうバーって通りにあるんじゃなくて、もうこの1点だ、1点勝負で、いろんなイベント会場あって、
で、こういった、コラボ商品も扱ってると。何これ、絶対買うやん、ピンバッジ。しゃー、やばい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 だろこれえ、めちゃくちゃすごいやんこれいや、うわ、握りつぶされそうだねこの右手の迫力。うわ、ドラクエのやつや。え、っていうかドラクエ多いなやっぱな。うわー、ゴーレム質感あるな。あー、ゴーレム雪は質感出してくるねこれ。そして何これ、メルキド、メルキドの城壁。もうこれに関しては多分雪っていうか氷だな。氷のブロックの間をなんか雪をセメント代わりにつなげたみたいな。めちゃめちゃメルキド感あるよ。知ってるか、これ どうしたのか、なんか撃たれたのかなこれ、吹雪に。だいぶ攻撃受けてるよね、メタルキン。これメタル系だからねこれ、全然吹雪とかダメージ取んないはずなんだけどね。だいぶ吹雪のダメージ入ってんねこれね。あー、え、あれあれ、なんかケロケロケロッピおるな。あれじゃあ誰一人一人サンリオのキャラクター混じっとんな。でこの音楽は何なんだよずっと演歌かかってるけど。スライムナイト、そしてシンプルにスマイル。あ、違う、なんでやねん、シンプルスライム大事。そしてね、このデカさですよこれ。見てこのテントとの対比。いやマジこれね、あのディズニー映画とかに出てくるお城のレベルよ。城壁の質感えぐない。ここの舞台が終わりました。え？どういうこと？あ、もしかしたらあれだな。今ご当地のど自慢大会みたいなのやってるかもしれないなこれな。とりあえず登るしかねえよなこれ。あ、じゃあ、あ、ここ滑るんですか。あ、隣、いやー、だいぶ長いですね、でもね。あー、手作り感、そり、ええな。いや、なんか、スキー場みたいだね。最初の頃、スキー場ってこうね、板担いで登ってね、滑るもんね。いや、ていうか、サングラスもめちゃくちゃスキーっぽいな。大体頂上か。そっかそっか、これそもそもスライダーだったんだ。そして変身後の竜王や。このなんか雪が崩れてるのもこう竜王が壊した的な感じなのかな。いや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 、子供はあの程度のスピードなのよ。はい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 、早いだろ。いや絶対まずいだろ。いやこれスキー場の上級者コースより早いだろこれ。いや、やめだろ。これはルージュや、ルージュ。こんなあったわ、こんなあったわこれ。多分大会やったら俺1位だわこれ。あ、でも後半優しい。あ、後半優しい。あ、後半優しい。ありがとうございます。いやー、ありがとうございました。よし。いやー、結構アットホームなお祭りっていう感じですね。あ、ここあれだ、ダンジョンだ。ああ、これ完全にあれやん、アレフワールドのドラゴンがいるとこやん。え、旭川ラーメンもあんじゃん。話早いなここでいいじゃん。じゃあ醤油一つ。はい、ありがとうございます。ちょっと待って、これ超罠あるじゃんこれ。雪で滑ってこのラーメン被るまであるじゃんこれ。うわー、なんか懐かしいな、うん、なんか現場監督のこれ思い出すなこれな、うん、じゃあいただきます。あー、おいしい。お出汁濃いめの品そばって感じ。いやー、やっぱこの雪の中っていうのと
今日1食目っていうのでめちゃくちゃしみるわ、またまくっちまったぜ。いやもう満足だな。あとスライムマンだけでいいや。出た瞬間めっちゃいい匂いするな。うわ肉だ、肉屋だ、広島焼きだ、そしてトルネードポテトだ。なんだトルネードポテトって。あったあった、スライムマンや。全部端っこの方だな、スライムマン。なんかめっちゃスライムある。じゃあ一つ肉まんもらえますか。1つで、ありがとうございます。500円です。あ、すいません、ありがとうございます。ゲットしたで、出たー。いただきます。中身ぎっしり、なんか液体かなんかだと思ってたけど中身ちゃんと筋肉だったんだね。なんかかなり皮がもちもちで俺好みやんけ。でっぷいな肉まんスライム。なんかこのスライム困んな。スライムのライブ。よし、今何時だ。今2時19分か。あ、いいな。2時19分か。今日行くとこないからな、もう他何だってできんな。とりあえずあれか、氷点下でガチ行くか。よし、ここだな。行けるんじゃないですか。いやなんかね、ここで武器とか防具とか取ったら思い出になるよ。その武器とか防具とかをドラクエウォークで使う限りもう毎回この土地をね思い出す。あ、ちょっと何やってんだよお前。買うもん買ったし帰りましょう。いや時間ね余裕あるとなると多分まだ今日あと1000キロカロリーぐらい食べられるわけだから夜ご飯に時間を使えますね。危な、なんか一番綺麗なのを見る前に帰るとこあった。いやよかったよかった。いやよかったな。広すぎず狭すぎずなんかちょうどよかったな。俺のスタミナ的に雪遊びなんていつぶりだよ。なんか雪が膝にもいいんじゃないかな、このクッションになって。そんな気がしてきたよ。ということでホテル到着です。いいっすね。いや結構足がな、靴の中ビシャビシャになっちゃったから。よし、まず乾かしてからな。ちょっとはしゃぎすぎたな。いやマジでな、1日2000キロカロリーのカロリー制限さえなければな、もうこの後パラダイスなんだけどな。今年はしゃあない。よし、じゃあ動画編集しよう。ということで編集も終わったんでおつまみ買いに来たんですけれども、生放送のここ銀猫さん、なんかここでね、あの旭川のソウルフード売ってるみたいなんでね。ていうかなんかもう通り全体が観光地みたいになってる。なんだっけな、手羽先とちゃんこ焼きと、あったんだっけな。見つかっていきます。はい、おはようございます。ということで最終日、もう帰るだけなんですけどね。いやーマイナス10度、
マイナス10度の朝散歩、バス停までのね20分ぐらい、まあ、ちょうどよく最高ですね。これがね1時間2時間だったら本当にきつくなってくるんだろうけど、朝一肌を刺すような刺激が心地いいです。でね、思ったんだけどね、北海道旭川あれだね、あの横断歩道とかこの道路標識とか全く見えないね、これ車一時停止とかこれどうやってるんだろう雰囲気なんだよね。あ、信号あるからここで止まんのかなみたいな。ちょっと待てよ、あと10分でバス来るからな。あと10分だ。これが市役所ね。これが旭川市役所だから、市役所のちょい脇。あ、来た。あ、やべえ、ちょっとなぜかバスの時間6分ぐらい勘違いしてたから、ちょっとギリギリに来たらやばかったということで帰りますか。いや、今回ねドラゴンウォークのお土産スポットが全くない旅だったんですけども、やっぱお土産スポットってこうありがたいですね。私みたいに計画立てずにねピョンと来てピョンと楽しめるのがお土産スポットっていうか、ちょっと今回はね旭川の冬祭りに来て、冬祭り回ったらその後、まあ、生放送やって、まあ、美味しいもの食べて、まあ、十分満喫はしてるんですけど、ちょっとねもうちょっとお土産スポットがいっぱいあってわちゃわちゃしてた方が旅的にはドキドキワクワクするんで、またお土産スポット巡り行きたいと思います。ということで終わりましょう。最後までご視聴ありがとうございました。さようなら。